シーア系とイゾベル・ファーラーは、シーアの芸名で知られる、オーストラリアの歌手、ソングライター。1990年代中期にアシッドジャズバンド、クリスプのボーカルとしてその経歴を開始した。1997年に、バンド解散後、オーストラリアのレコード会社から、ソロデビューアルバム、アンディゼイを発表。その後、イギリスのディオ07のリードボーカルとして参加。 2000年にソニーミュージック参加のダンスプールと契約し、翌年に2枚目のスタジオアルバム、Healing is Difficult を発表。レコード会社の宣伝に不満を持った彼女は、Go, Beat ーーと契約を結び、2004年に3枚目のスタジオアルバム、Color the Small One を発表。USA s アトル公演2012年に2位よと協作した Red Me l o v y が全英シングルチャートで1位を獲得し、 イギリスで史上49番目に売れたシングルとなった。2014年に発表した6枚目のスタジオアルバム、センフォームズ・オブ・フィアーは世界的ヒットシングル、シャンデリアを生み出した。同作は、その年度のグラミー賞において最優秀レコード賞を含む4部門にノミネートされた。また、ダンサーのマディ・ジー・グラーをフィーチャーした。 ミュージックビデオも MTV ビデオミュージックアワーズの最優秀ビデオ賞と最優秀振付賞にノミネートされるなど話題になった。彼女の音楽はヒップホップ、ファンク、ソウルをベースにしている。また2014年に BRW 氏が発表した個人資産リストで彼女は40歳未満のオーストラリア人で97番目の資産家にランク付けされた。 2016年、日本映画、秘密ザトップシークレットの主題歌に、アライブが採用される。日本版、ミュージックビデオに、女優の土屋太志大鳥がダンサーとして出演している。当楽曲は2018年に、ホンダ、オデッセイの CM ソングに起用された。同年、劇場アニメ、ファインディング、ドリーのエンディングテーマに、アンフォゲッタブル、アンフォゲッタブルが起用される。 2019年7月27日、新潟苗場スキー場での、フジロックフェスティバル19にて初来日公演、同日グリーンステージの鳥を飾った。ありがとうございます。